ちは、ホタルグサです。今日はリップフラワーでミニボトルの冬のお花ですね。こちらでいよいよね、季節は終わるかなと思うんですが、0.28 の、ね、ステンレス製ワイヤーを、5ミリのところですね、ここで、一つ輪っかを作っていきます。でこれをですね、まずヒイラギから作っていきます。先端をね細くしたいので平やっとこで尖らせまして、あとは本当にもっとね細かい平やっとこもあると思うんですが、普通の平やっとこでいっていきます。左右それぞれね、ちょっと折り曲げて、さらに先端がね尖るようでしたらキュッとつまんでね尖らせて、もう一回ね、このてっぺんとの間に、左右それぞれ小さな、トゲトゲを作っていきます。この辺がねかなり細かい作業で、で引っ張ってこれをね6、7枚、8枚ぐらいですかね作りました。あとは赤い小さなビーズですね。あとはステンレス製ワイヤー 0.19 という結構細いものなんですが、こちらね手芸店とか、あとはね通販とかで買えるかなと、ビーズがどっかに飛んできましたが気にせず、でこれ1個ずつねちょっと面倒ですがピッにしていきます。こんな感じでねじってね、止めていきます。ちょっとぐらつくので平やとこでキュッキュッと何回かねじってね、しっかり止めて、ディップしやすい長さでカットしておいてください。これをね、まあこれも7個ぐらい、8個ぐらいですかね作ります。次は、5ミリのところにですね、10回くらいですかね巻きつけてねじって片方を溝に通してくるくると巻き止めていきます。これでね椿の真ん中部分を作っていきます。根元のところをしっかり平やっとこでつまんで、全体的に細くしてからですね広げていきます。よいしょ。で広げていくんですが、ちょっと絡まりやすいのでやりにくかったら広げてからね細くしていただいてもいいんですが、ちょっとよく絡みますね。で一つ一つですね、ちょっと大変なんですが、先端を持ってネジネジと一つの輪っかをねこんな感じでねじっておいてください。で次は7ミリのところ、これは 0.28 のステンレス製ワイヤー、ダイソーさんとかねセリアさんで購入できます。これで、一つずつね花びらを作っていきます。椿の花びらですね。で少しねこんな形に整えていきます。根元をね絞って、上はまあ普通に広がりている感じですね。はい、同じ7ミリのところで葉っぱも作ってしまいます。これもね、一つ輪っかを作って、あとは葉っぱの形にね整えていくと、はい、花びらはね、5枚から6枚くらい、葉っぱもねそれくらいでいいですかね。次は3ミリね、0.19 の細いねワイヤーを5回巻きつけて外してからですね1本を、輪っかに通してねじって止めると、溝がないのでねどうしてもこうするしかないんですが、水線のね真ん中部分作っていきます。てっぺんを少しだけ平らに、気持ちでいいですね、気持ち平らにして、細かい作業です。半分 2,3 で分けてから、それを横にず輪っかをずらしていきます。重なりがねあって大丈夫です。これはねカップ状にしたいだけなので、重なってて OK です。こんな感じですかね。でこれをカップ状にしていきたいんですが、で先ほど使ったね、ゲージスティックの方ですね、これをちょっと当てつつうまいことカップにしていきます。この辺がねかなり細かい作業になりますね。でちょっとあとは平やとこなんかで多少、縁をね寄せてあげて、まあこんな感じですかね。次は5ミリのところで 0.19 の、ワイヤーでやってきます。ただこれね指でやるとちょっとね緩みやすいので、ねじり巻き間2回ですけれども、平やっとこなで押さえつけつつスティックをぐるぐる回して、ちょっと間隔をねしっかり、小さくなるようにしていただいて、3枚ですねを2つで、1つのお花になります。1つ目の輪っかを引っ掛けてあげてねじって止めると水線を作っていきます。花びらの方ですね、こんな感じで真ん中使うのでしっかり、目打ちなのでねちょっと穴を広げておいて、ユリのね花、あユリじゃない水仙の花びらですね、先端とちょっと尖ってた方がそれっぽいかなと思うので、それから、平やとこで少し広げていきます。この辺もね余分なちょっとグネグネしてしまったら多少ちょっと
平やっとこで押さえつけて、で9ミリから12ミリぐらいでね、水仙の葉っぱですね、ニラとかに似てる葉っぱを作っていきます。ステンレス製ワイヤーはね 0.28 の方でいいかなと思います。で一つ輪っかを作って、細長いね、ニラのような葉っぱを作っていきます。これは4つぐらい、4本ぐらいでいいですかね。ではまずレッドのリップ液から、ですね、ヒイラギの実の方ですね、これはもうかなりちょんとつけるだけでいいですし、リップ液はかなりね、薄め液でサラサラにしてあります。ダイピントが合わないと。で椿も同じま、このね、レッドでリップしていきます。こんな感じですね。ちょっと見えないですけど、つけすぎるとちょっとね、ボテッとなってしまうのでサラサラにしておいて、でグリーンで、椿の葉っぱ、普通のね葉っぱの形の方のものですね。こちらちょっとねつきすぎたら、まあ横の方でちょっと切り落としてるんですが、あと、ヒイラギの葉っぱもですね、濃い緑でいいかなと思います。なければねクリアでリップしてお好きな色で塗ってみてください。でスノーホワイトで、水仙のお花の方ですねリップするんですが、ちょっとつきすぎやすいので、ちょっと表面でちょんとやるんですが、ちょっとなかなかうまくいかなくて、ドポッと結局つけて、なんとかこんな感じでリップしました。ゴールデンイエローで、水仙の真ん中部分ですね、カップ状の花びらをリップします。これもね、サラサラにしておいた方がいいですね。こんな感じになってちょっとぼってりつきすぎたんで、はい。でライトグリーンで水仙の葉っぱ、細長いね葉っぱをリップしていきます。これもねちょんとつけるぐらいで、つきすぎたらねちょっと切り落として、乾かしてください。で、椿の真ん中部分ネジネジして、寄せて上に上げました。これはねもうつきすぎてしまうので、マニキュアの黄色でね色を塗りました。はい。で乾いたらですね、ストレスナーつける前に先に組み立てをしてしまいます。水仙の方はね目打ちで穴を開けて、で一つはねワイヤー切ってしまって大丈夫です。で真ん中の、カップ状の花びらを通して、もう一枚ね、白い花びら通して、で、ワイヤーねじって留めます。ぐるぐると、根元ちょっと下の方までねねじっておいてください。でこれでストレンスナーつけます。で椿の方も先ほどマニキュアで塗った真ん中部分と、あとは花びらですね、6枚くらい今回使ったんですけど、7枚あってもよかったかなという気はしないでもないんですが、少しね、丸やっとこうなどを使って、ちょっと、内側の花びらね、カーブをつけつつこうやってますが、あまりね強くやりすぎるとこれ、ステンレス製ワイヤーからねリップの膜が取れてしまうこともあるので、気になる方は先にねストレンスナーつけて強化してからやっていただいてもいいです。私は今回ね、これで組み立ててから、ストレンスナーつけましたけれども、ちょっとね細かい作業で形整えてる時に金色のワイヤーが出てきやすいので、ちょっと気をつけてください。でこんな感じで少しね丸やっとこなどを使って花の形整えます。はい。続いてはヒイラギですね。実の方を 3,4 個セットにしてねねじって留めていきって、先端に、この葉っぱですね、葉っぱをつけて、その下に、実と一緒にこうねじっていくと、これがね結構、椿の方がワイヤーが太くなりやすいんですけど、まあ、気になる方はね途中途中ねじってある程度になったらカットしてしまってもいいかなと思います。止まってくれればねいいので、で、左右ちょっと位置ずらしつつこう葉っぱをつけていくような感じですかね。これで今葉っぱ3枚ついたところですが、この辺で残りの実4つぐらいなんでね、実は7個かなでしたね。これをネジネジと実だけで巻いてしまって、でここにまた実をつけてですね、残りの葉っぱ、2枚をつけていくので葉っぱ5枚でしたね。はい。これくらい作っていますと、もう少しね高さあってもよかったかなとは思ったんですが、今回はこんな感じで、はい。でストレンスナーですねつけていきます。ここでねつけると、まあ、ある程度ねくっつくかなというところで、でくっついたらね、お花同士をちょっと、ね、
ねじり合わせました。で少しね90度ぐらい、お花はね首のところちょっと、下ぐらいをね折り曲げて水仙らしく、であとは葉っぱとね一緒にしていきます。一緒にねじります。こんな感じですかね。でこれで、接着剤です。ここのカットするだろうあたりをねちょっとまんべんなく一周ぐるっと、接着剤でねつけておいて、でヒイラギの方もそうですね、カットするであろうところの上ぐらいとか、ちょっとねやっておいてください。で椿の葉っぱを組み立てていきます。1枚を先頭にして、葉っぱを左右ちょっと互い違いにね、組み合わせていきます。まあ、小さいのでねそんなに、絶対というほどでもなく多少でいいです。で5枚ぐらいつけたところでお花とねセットにしてねじっていきます。こんな感じでねワイヤーが大変なことになるので気になる方はね減らしてください。途中途中ただね、結構ステンレス製ワイヤー尖ってるので指先の怪我だけはね注意してください。でお花もう一個つけて、今回お花ね3つ作ったので、まあ、2つはこうセットにしておいて、あと1個はね、ちょっと落ちたお花ビラです、半お花っていう感じで、特にねくっつけずに、あとは葉っぱを少しね容器に入りやすいようにカーブさせてこじんまりとさせておきました。はい、そして、また同じようにね接着剤たっぷりつけて、切ってもばらけないようにだけはねしておきます。でお花の方もね1つだけのやつがあるので、これも後でカットできるように接着剤つけておきます。今回はセリアさんの、大サイズのミニボトルの方ですね。はい、で乾いたら、接着剤が乾いたらカットします。はい、でこれを入れていくんですが、はい入るかな入るかな、あなんとか入りましたね、ギリギリです。で椿もこんな風になっています。お花3つでね1つだけは特につなげてないものです。おっと、ちょっと花の向きがいじれるんですけどね、こんな感じで、はい、整えて完成となります。これでね一応春夏秋冬できたかなと思います。はいね、ちょっと大変でしたが、ここまでご視聴ありがとうございます。